森牧は、日本のソプラノ歌手。二機会会員。東京都生まれ。幼い頃よりピアノを習っていたこともあり、国立音楽大学附属小学校に入学。国立音楽大学附属中学校、国立音楽大学附属高等学校卒業。東京芸術大学音楽学部声学科を経て、同大学院独唱専攻を終了。在学中に、畑賞受賞。 文化庁オペラ研修所終了後、後藤記念文化財団オペラ新人賞を受賞し、文化庁派遣芸術科在学研修院として、ミラノのベルディ国立音楽院に留学。また、ミュンヘン国立音楽大学大学院を修了した。2005年、イタリア人作曲家と結婚したが後に離婚している。離婚理由について、森はやはり国際結婚は難しいことが多く、 文化や人種から違う外国人男性との生活はストレスであったと語っている。第26回イタリア声楽コンコルソ優勝、ミラノ大賞受賞、モーツァルトコンクール優勝。1996年、第65回日本音楽コンクール第2入賞、合わせて日本歌曲の最優秀歌唱者に贈られる木下賞を受賞。1998年、 カマイオオレ国際コンクールでオペラ部門と歌曲部門でダブル優勝。デビューインメランにおいて第2位。ドイツ歌曲最優秀歌唱者に贈られるベーレンライター賞及び観客の選ぶ最優秀賞を受賞。アルカモ国際オペラコンクールで第4位。プラシドドミンゴ世界オペラコンクールにおいて第3位入賞。日本人として初めてワシントンナショナルオペラに出演。 ワシントンアワードを受賞。2000年度、イデミツ音楽賞受賞。4月ドイツハノーファーにて、インターナショナルシンギングコンペティションオルフェオ2000の第2位と、バッハの演奏に対する特別賞受賞。2001年度、ホテルオークラ音楽賞受賞。1998年12月、ワシントンナショナルオペラで、高級からの闘争ブロンで役。 ワシントンとロサンゼルスオペラで、リゴレット、パルジファル、ホフマン物語、コウモリ、ウェルテルオ、ドミンゴ、オブラストは、本ンシュタデ、アラーニャ、ケントナガノ、ブレンデル等と共演。小沢誠治、チョンミョンフン、ウラディ・ミリア・シュケナージ、ベルティーニ、ファビオ・ルイジ等の著名指揮者や、ウィーン・フィル、ミュンヘン・フィル、ケバント・ハウス・オーケストラ等、海外のオーケストラと、数多く共演。 2002年、FIFA ワールドカップに合わせて3大テノールが共演する、コンサートにおいて、日韓のソプラノ、メゾソプラノ歌手と共に出演。2004年、アテネオリンピック決断式や MLB プレシーズン、ゲームで、国家聖唱。2005年、サントリーホールで、サッパティーニとルゾッティ共演の、ラ・ボエーム。10月13.15両日、イタリア・ベネツィアにて、こんにちは。 ゴーギャン様の初演に参加。2006年、ウィーンのコンチルトハウスで、ウィーン・シュトラウス・フェスティバル・オーケストラと共演。2007年、ドレスデン国立歌劇場に、バラの騎士のゾフィン役でデビュー。同歌劇場日本公演で再演。さらに、ドレスデン歌劇場室内管弦楽団日本公演のソリストに迎えられる。2008年、パーボヤルビ式による、 フランクフルト公共楽団日本公演とドレス伝説十字化合唱団日本公演のソリストとして全国ツアーを行う。2009年、西木織健プロデュースによるオペラ愛の名役やポッペアの体感バッハコレギウムジャパンとの共演でエディンバラ音楽祭リナルドに出演。2010年5月、トリの王立歌劇場にラボエームのムゼッタ役で出演。ありがとうございます。